エベさんいらっしゃい、どうも。どんちゃんいらっしゃい、どうも。ペパリーズ見よう、これ。あ、違います、やっぱね、違いますね、はい。お疲れ様です。兄貴、あげましておめでとうございます。挨拶怒りました、兄貴。ちょっと、ちょっと部屋でこもってたんで、兄貴ね。ちょっと家で、部屋で勉強してたんでね。ちょっと、挨拶遅れまして、申し訳ないです。これお願いします。これ貧乏くさいで貧乏くさいかな。なあ。コンビニの、なんとか弁当とかあんなんより、なあ、こっちの方が俺はええんやけどな。君何食べてるか知らんけどさ。鳥って、じゃあ君、あり、あ、まだ、はい。お願いします。はい。ケイコさんいらっしゃいと思う。いやいや、貧乏くさいで、うん、まあ俺貧乏くさいから、なんかそうに見えると思うんやけどね。パターン、わからん。知らんわ。うん。のりくん、ありがとう。当たり前、ポン酢は当たり前やん、ゼロ。水炊きにポン酢以外何やんな、ごま、なんかごまだれとかあるわな。まあ、俺はあれなんだよ、ポン酢派なんだよ、俺ね。この間ちょっとね、俺当たったんよ。生の肉でね。
あの、あのね、うちの部屋、もう何ていうかの、これね、どうなんか、まあ、ボロやないけどね、ボロやないけど、あの、どうなんかな、すだれあるやん、夏にすだれってやるでしょ。あれまだね、俺、取ってないんよ。で、何が言いたいかというと、風吹いたら、ね、すだれがバンバン当たんのよ。窓にね。これ、その音なんでね、ガチャガチャ、音うるさいと思うけどね。そういう状況なんでね。風強いわな、今日な。何、土鍋と、アルミの鍋と何が違う？一緒やで。その非科学的なこと言わんよね。俺には通用せんよ。春みたいに暖かいな今日な。俺あのツイッターにも書いたけどさ、俺昼ねエアコンかけとったんよ、車暑いからさ、全開やで、全開。うん、じゃあ桃に行くよ、桃に行く。やってる、うん、これそんなねあれなんだよ、ファッションとかあんま気にせんのね、悪いけどね、褒めてくれるのありがたいけど、いけるよ多分な。今のこっち、部屋の温度18度よ。あ、こんなん聞いてんの、まあ、時間帯によるわ、ノリ君な。朝方やったら、どういうノリ君、40人ぐらいじゃ来ないよ。あ、自動延長やっとこわ。今、チケット10枚ぐらいあるんでね、それ使うわ。何だかな、え、あのね、番号あんのよ、水道にね、その蛇口に番号ついてんのよ、メーカーとか型番ね、それちょっと撮影したんよ。おさばいらっしゃい。この角度ね、微妙やったからね、わかる、角度微妙やけど、この懐中電灯照らして、このスマホで撮ったんよ。この状況わかる？だからその明日もう一回あのホームセンター行ってきて、その店員に見せてね、取り寄せるんだよ部品ね。まあね、そのね、俺イランの問題ってあんま知らんねんけどね、なるべくアメリカ有利になっていらんのよ、俺。なんとかロシアとか中国出てきてな、
このイランね、イラン有利な形でね、この跳ねつけてほしいんよ。難しいことわからんけどね、俺学者じゃないからさ、もうアメリカのこの帝国主義っていうかな、これね、この独走やってほしくないんよ。わかる？同盟国やけどね、我が国日本は同盟国やけど、ね、もう嫌なんよな、アメリカの独走っていうかな、嫌なんよな。まあ言うたら、日本も言うたらさ、この、第二次世界大戦太平洋戦争でこう負けてな、アメリカの言いなりにさせられてんねんけどな。嫌なんよ。簡単に言うとアメリカ買って、なんかそれや、なんかアメリカなんか調子ええとか、調子良くなったら君たちええと思ってるやろな。この先とんでもなことになりますよ。イラクあんなことしたでしょ、フセイン大統領あんなことしたしね。そうよ、次イランですわな。何さ、どんな世界になるかね、ほんまね、とんでもない世界になるで、ほんまな。と俺思うわけね。アメリカ良ければ全て良しじゃないんよな。